吉田さん、まあ、私は今ほとんど支払いペイペイですね。まあ、ペイペイだったら買うみたいな感じで、通販もそのヤフーショッピングなんですよね。その中でもペイペイモールってのがあって、さらにそこでお買い得と。例えばこういう水類もね、ペイペイで買うんですよね。まあ、他にもこういったガジェットとかもペイペイですね。しかも一番安くってペイペイも T ポイントもダブルでついてくると。でそのペイペイが戻ってきた時に自動的に運用されていくということで、むちゃくちゃいいなと思います。前回お話したんですけども、あのお店でね、実際に買い物する時も、例えばスーパーとかって会計が出るじゃないですか。したら1円単位まできっちり払うのがものすごく親切だと思って律儀にね、丁寧に払ってらっしゃる方いるんですけども、まあ、レジの方もこうやって待ってるし、後ろの行列も待ってるし、いや本当にね、もうそのやるのが几帳面なんでしょうね、きっとね。でも時代は変わって、大体どっちかって言ったらお金を大きめのを出してお釣りをもらう、お釣りっていうのはこう自動計算でバッと出てきますからね。そっちの方が絶対にみんなのためにいいんだと思うんですよね。で小銭がある程度貯まったら、まあその小銭で生産するっていうのもあると思いますけども、あとねスーパーでね、そのスーパーのポイントカードってあるんですよ。このポイントカードがチャージできるんですよね。でなんかチャージすると 0.5% とかつくんですよ。しかもそのカードで支払いができるんで、カードスキャンしたら終わりなんですよね。しまいにスマホでもいいんですよ。スマホをスキャンしてもらったら自動的にお金がバーンと落とされていって、しかもそこではそのお店独自のポイントが貯まるんですよね。だからそのお店に繰り返し行くようになるんですよ。これもすごくいいなと思います。たまに3万とか5万チャージして、そのお金をずっと使っていく中でポイントも貯まって、でたまにまたチャージするみたいなんでね、買い物も一瞬で済むし、会計がすごい楽なんですよね。で手も汚れないっていうかね、現金って結構手が汚れるんですけども、まあ、だからますますね、こうやってクリップに留めて、なんか免許証とカード1枚と万が一の時の現金っていうような感じになりますよね。どっちかって言ったら私現金を本当に持たないですね、今ね。決済する金額の、月間決済の金額のね、本当ね100分の1ぐらいしか現金持ってないような感じですよね。それでも十分こう回っていくみたいな、本当に自動的に引き落とされていって、自動的にポイントがついてみたいな感じですよね。でそのヤフーカードで払えるものは、だからヤフーカードも使ってないですけどね、ヤフー関連で全部こうペイペイ決済できるやつを全部ペイペイ決済にしといてね、すごくいいなと思います。だからペイペイになんか5万単位とか10万単位でボコボコ移してるような感じなんですけどね、だからすごいいいですね。銀行にも行かなくていいし、すごく楽だなと思います。まあ、これが今度ね、法人にも使えるようになったら持ってるんですけどね、法人カードでペイペイ決済もあるよみたいな、まあ世の中どんどん便利になってきますね。でキャンペーンなんですけども、ソフトバンクって5兆円近く利益出してるじゃないですか。かなり大きな還元セールあるんじゃないですか。すごいですよね。あれほどまでにバックして、まさに損して得取るみたいな感じで、莫大な顧客の囲い込みに成功しているということもありますし、あとはやっぱ孫さんって、ソフトバンクグループって投資会社なんですよね。もうどっちかって言ったら資金があるから、どんどん会社を買収したりとか、買収することによって株価の価格が上がるみたいなね。だから無名の会社とソフトバンクがあって、無名の会社をソフトバンクが買うと、無名の会社がぐっと、ね、値段が上がるんですね、株価が。その株の何ですかね、利益がソフトバンクの利益につけられるみたいな。で昔ライブドアもやってましたけども、その株式交換っていうのがあって、ソフトバンクの株式でこの会社を買うみたいなことするんですよね。そしたらソフトバンクグループに入るんで、無名の会社もソフトバンクの看板がついて価値が上がるみたいなことを繰り返して、どんどんね、実態以上の価値に膨らんでいくみたいな、そんなスキームも中に消えということじゃないですかね。いやー、本当お金の考え方って日々進化してると私は思いますね。